スメル山は、インドネシアのジャワ島にある火山。ジャワ島の最高峰であり、標高は3676メートル。最も活動している火山の一つである。別名マハメル。ジャワ島の東側の海岸平野に突然とそびえる、急峻な山で、ペンゲル火山群の南端にある。山名は古代インドにおいて、 世界の中心にそびえる聖山とされていたスメール山に由来する山頂火口での頻発する小規模なブルカの四季噴火でよく知られているスメル山の噴火歴は多く1818 18年以降少なくとも55回の噴火が記録されておりそのうち10回の噴火では犠牲者が出ている溶岩流や火砕流が記録されているやや規則的に 中規模の噴火を繰り返す。1967年以降は定常的に噴火を繰り返し、10分置きぐらいに小爆発を繰り返している。この山には常に登山者が登っており、北側にあるラノパに村から登ることが多い。しかしながら、火山ガス吸引による犠牲者も出ている。2021年12月4日、大規模な噴火が発生し、大きな被害が出た。 12月10日現在、これまでに火災流氷により少なくとも43人が死亡し13人が行方不明となっている。ありがとうございます。